電子工学において自己整合ゲートとはモスフェットの耐熱性の高いゲート電極をソース・ドレイン領域をドーピングする際のマスクとして使うトランジスタ製造技術である。この技術を使うことでゲートとソース・ドレインとの重なりがわずかになる。自己整合ゲートの使用は1970年代の計算能力の大幅な向上につながった発明の一つである。 自己整合ゲートは未だに多くの現代的な集積回路プロセスで使われている。標準的なモスフェットの図自己整合ゲートは MOS とランジスタ製造プロセスにおけるソース、ドレイン領域とゲート電極との位置調整を不必要にするために使われる。自己整合ゲートを使うことでゲートマイナスソース間やゲートマイナスドレイン間の重なりによる規制容量が大幅に減少する。 自己整合ゲートを使用しないで作られた MOS トランジスタよりも早く、小さく、より信頼性があるものを作ることができる。初期には様々なゲート材料を用いた実験が行われた。その結果、竹結晶シリコンで作られた自己整合ゲートがほぼ例外なく採用された。これはシリコンゲートテクノロジーと呼ばれ、規制容量の減少の他にも多くの利点を持つ。 サージェントの重要な性質としてシリコンゲートが高品質のシリコン熱酸化物に完全に埋まることである。これにより従来技術や他の材料で作られた自己整合ゲートでは実現不可能な新しいタイプのデバイスを作ることができる。特に重要なデバイスとして結合電化素子がある。新 c d が用いられる例としてはイメージセンサーやシリコン浮遊ゲート構造を使った。 不揮発性メモリデバイスがある。これらのデバイスは固体エレクトロニクスが作れる機能を劇的に広げた。自己整合ゲート技術を可能にしたイノベーション自己整合ゲートを作るために必要とされたあるイノベーションとして以下がある。ゲートを作る新しいプロセス。アモルファスシリコンから多結小シリコンへの切り替え。アモルファスシリコンは 酸化物表面での段差で壊れるためである。竹結晶シリコンをエッチングする方法。シリコン中に存在する不純物を低減する方法。これらのイノベーション以前では自己整合ゲートはメタルゲートデバイスで実証されたが、シリコンゲートデバイスは大きなインパクトを与えた。60年代中頃に発展したアルミニウムゲート MOS プロセス技術では、まず、 MOS トランジスタのソース、ドレイン領域の定義とドーピングを行い、その後、ゲートマスクが、トランジスタの薄い酸化膜領域を定義する。その後のプロセスにより、薄い酸化膜領域上にアルミニウムゲートが形成され、デバイス製造が完了する。ゲートマスクとソース、ドレインマスクとのズレは避けられず、大きくズレたとしても、ソースとドレインの間に酸化白膜が、 作られているためには、ゲート領域とソース、ドレイン領域とが大きく重なっている必要がある。このため、ゲートマイナスソース間とゲートマイナスドレイン間に、規制容量が生じる。規制容量は小さくなく、ベーハごとに異なり、ソース、ドレインマスクに対するゲート酸化物マスクのズレに依存する。その結果、集積回路の製造スピードに悪影響を与え、規制容量を 最小限に小さくできた場合の理論値よりも、はるかに低いスピードとなる。パフォーマンスに最も悪影響を与えるのは、ゲートマイナスドレイン規制容量、CGD である。ミラー効果により、そのトランジスタを一部に持つ回路の原因を乗じた CGD によって、トランジスタのゲートマイナスソース容量を増大する。よって、トランジスタのスイッチングスピードが大きく減少する。 1966年にバウアーは最初にゲート電極を定義するとゲートとソース、ドレイン間の規制容量を最小化できるだけでなくズレがなくなることを示した。彼はアルミニウムゲート電極自身をトランジスタのソース、ドレイン領域を定義するマスクとして使う方法を提案した。しかしアルミニウムはソース、ドレインのドーピングで 通常必要な高温に耐えることができないため、バウアーはイオン注入を提案した。イオン注入は新しいドーピング技術で彼が勤めていたヒューズエアクラフトではまだ開発中で他の研究所でも利用できなかった。バウアーのアイデアは理論上では理にかなっていたが実際にはうまくいかなかった。その理由はトランジスタの不動体化とイオン注入によって シリコン結晶構造が受ける放射線ダメージの回復ができなかったからである。なぜなら不動体化とダメージの回復はアルミニウムゲートが耐えられる以上の温度が必要だったからである。よって彼の発明は原理の証明を与えたが商業的な集積回路はバウアーの方法では作られなかった。より耐熱性の高いゲート材料が必要であった。 1967年にベル研究所のジョン・シー・サリスと共同研究者は真空上着したアモルハスシリコン電極でアルミニウムゲートを置き換えた自己整合ゲート MOS トランジスタを作ることに成功した。しかしこのプロセスは説明したように原理の証明に過ぎず、理算的なトランジスタ製造のみに適して集積回路には適しておらず、発明者らによって さらに追求されることはなかった。1968年の MOS 産業では、高域地電圧のアルミニウムゲートトランジスタが広く使われていたが、MOS 集積回路のスピード向上と電力産一の低下のために低域地電圧の MOS プロセスが望まれた。アルミニウムゲートの低域地電圧トランジスタはシリコン包囲を使う必要があった。しかしこれにより、 規制 MOS とランジスタの式季一電圧が小さくなりすぎる。供給電圧以上に規制一致電圧を増加させるために、電解酸化物の下の選択された領域で N 型ドーピング濃度を増やす必要がある。これは最初は、いわゆるチャンネルストッパーマスクの使用、後に、イオン注入で成し遂げられた。シリコンゲート技術は、商業用 MOS 集積回路の製造で、 用いられた最初のプロセス技術で、その後の1960年代には、産業全体で広く採用された。1967年後半、フェアチャイルドセミコンダクター研究所で、レバダスの部下であったトム・クラインは、高濃度に P 型ドープしたシリコンと N 型シリコンとの仕事関数の差は、アルミニウムと N 型シリコンとの仕事関数の差よりも1.1。 ボルト小さいことを示した。このことは、シリコンゲートを持つ MOS トランジスタの式位置、電圧は、アルミニウムゲートを持つ MOS トランジスタの式位置電圧より1.1ボルト低いことを意味した。よって、シリコン包囲を用いて、チャネルストッパーマスクや、酸化膜下へのイオン注入を使うことなく、適切な規制域値電圧と式位置電圧が低い、トランジスタの両方を達成できる。 よって、P 型ドープシリコンゲートで、自己整合ゲートトランジスタを作るだけでなく、低い式位置電圧プロセスを作ることも広域地、電圧プロセスと同じシリコン包囲を使ってできる。1968年2月に、フェデリコ・ファジンは、デバダスのグループに加わり、低基地電圧の自己整合ゲート、MOS プロセス技術の開発を任された。ファジンの最初の仕事は、 アモルファスシリコンゲートのための精度の高いエッチング液の開発でプロセスの基本設計とシリコンゲートで MOSIC を製造する詳細なプロセスを作った。彼は金属を使わずにアモルファスシリコンとシリコン接合との間の直接接触を作る手法で特にランダム論理回路での遥かに高い回路密度を可能にする技術である埋め込み接触も開発した。 彼がデザインしたテストパターンで有用性の確認と特性評価をした後、ファジンは最初の MOS シリコンゲートトランジスタを作り、1968年4月に構造をテストした。彼はこの時、シリコンゲートを用いた最初の集積回路であり、複合論理を持つ8ビットアナログマルチプレクサ、フェアチャイルド3708をデザインした。これは、 フェアチャイルドセミコンダクターが厳しい仕様のため作るのが難しかったメタルゲート生産 IC であるフェアチャイルド3705のいくつかの機能性を持つ1968年7月には3708の供給力は数ヶ月の間プロセスをさらに改善するためのプラットフォームを与え百六十八年十月に顧客へ最初の千七百八サンプルを出荷し 1968年、終わりまで一般市場が商業的に利用できるようになった。その間、1968年7月から10月まで、ファジンは2つの重要なステップをプロセスに加えた。シリコンゲートを使うと、MOS トランジスタの長期信頼性はすぐに、バイボール IC のレベルに達し、MOS 技術を広く適用するのための大きな、障害の一つを取り除いた。 1968年の終わりにはシリコンゲート技術は素晴らしい結果を残した。3705と同じ生産設備の使用を促進するため3708は3705とほぼ同じ面積に設計されていたがかなり小さく作られた。にもかかわらず3705よりも優れた性能を示した。5倍速くリーク電流が約100倍少なく アナログスイッチを作る大きなトランジスタの音抵抗が3倍、小さい。シリコンゲート技術はインテル設立時にも採用され、数年で世界中の MOS 集積回路製造のコア技術になり、今日まで続いている。インテルは浮遊シリコンゲートトランジスタを用いた、吹き発性メモリを開発した最初の企業でもある。自己整合ゲート設計は1969年に、 カーウィン、クライン、サリスのチームによって特許化された。それとは独立に、ロバート・ W ・バウアーによって発明された。ベル研究所のカーウィンらの特許3475,234は、R.W. バウアーと H.D. ディルが1966年のワシントン D.C. でこの仕事を最初に発表した、国際電子。 デバイスミーティングイームの数ヶ月後の1967年3月27日まで出願されなかった。しかし、バウアーとデルを含むコーで第3巡回コー裁判所はカーウィン、クライン、サリスが自己整合シーコンゲートトランジスタの真の発明者であると決定した。それに基づき彼らは US3475,234 の基本特許を授けられた。 自己整合ゲートモスフェットを記述した、バウアーの仕事は、アルミニウムとポリシリコンの両方で作られた。ソース、ドレイン領域を定義するためのマスクとして、ゲート電極を用い、イオン注入と拡散の両方を使って、ソースとドレインを形成した。ベル研究所のチームは1966年にイームの、このミーティングに参加し、バウアーのプレゼンテーションの後1966年に、 バウアーとこの仕事について議論した。バウアーはゲートとしてアルミニウムを用いて最初に自己整合ゲートを作り、1966年のプレゼンテーションの前にゲートとしてポリシリコンを用いてデバイスを作ったと信じた。しかし彼はベール研究所のチームの側についた高等裁判所にそれを証明することができなかった。自己整合ゲートには一般的に 1960年代の別の半導体プロセスの発明であるイオン注入が含まれる。イオン注入と自己整合ゲートの歴史は非常に関連しており RB フェアによる詳細な歴史で語られている。自己整合ゲート技術を使った最初の製品はフェデリコ・ファジンによって設計された1968年のフェア・チャイルド3788ビットアナログマルチプレクサで 彼は前日のコンセプトの機能しない証明をその後、実際に採用された産業へ変える発明をした。自己整合ゲートの重要性は、それらが作られるとき用いられるプロセスで現れる。ソース、ドレイン拡散のマスクとして、ゲート酸化物を用いることでプロセスを簡単にし、収率を大きく向上させる。以下は、自己整合ゲートを作るステップである。これらのステップが行われる。 クリーンルーム設備これらのステップはフェデリコ・ファジンによって最初に作られ最初の商業用集積回路フェアチャイルド3708の製造のために1968年にフェアチャイルドセミコンダクターで発展したシリコンゲート技術プロセスで用いられた。ありがとうございます。